皆さんこんにちは、ワールドラバーマーケットのグッチです。今回も竹内恵子の方よろしくお願いします。本日のテーマはこちらです。ストップモーションツッツキっていうツッツキの超強烈に効くレシーブ技を皆さんに紹介します。じゃあ手順一つ目、一つ目ですね、まずレシーブ時に体の入れ方なんですけど、とりあえずじゃあフォア側でやります。フォア側で分かりやすく、フォア側に来た時にストップをする時に右足を入れて体を入れ込んで、で小さくストップの45度の角度を作る、ここまでが手順の一つ目になります。皆さんこの通常のストップの入り方をまずサーブ来た時やるっていうのをやってください。まずサーブが来る、その時にフォア右足出して体をこう入れ込む、で入れ込んで45度で、バック側も右足すぐ入れ込んで45度っていう角度を作って、ストップの小さい体の入り方をして入れ込む。この状態まで皆さんちょっと真似してみてください。ストップの入り方ですね、基本の体を入れたストップ、これをまずできるようにやってください。これができれば実際じゃあこの素振りができる人はもうこの超効くツッツキができたと言っていいですね。なので皆さんこの体のストップの体を入れたい入り方、皆さんちょっとやってください。そして手順の2つ目、2つ目ですね、それで今来てボールが来てる時にボールを、今ストップの体の入り方をしてる、サーブが来てストップの入り方をしてる時に引きつけるってことをやってください。まあ、とりあえずボールを引きつける、バック側もでサーブ来た時にこの超効果的に効くツッツキやる時はボールをできるだけ引きつける、それが大事になります。まあ、皆さんとりあえずストップの入り方でボールを引きつける、バック側も引きつけるっていう感覚をちょっと今意識しながらやってください。そして手順の3つ目、いよいよここから超効くツッツキのやり方なんですけど、もうこれめっちゃ効きます。で、それはストップのフォーム、フォア側のサーブに来た、で、ストップのフォームに入っといて、で、引きつけて、先ほど手順に言ったように、3つ目は打球するとき、引きつけてきたときに、ここにストップの入り方をしながら、最後、前腕、ここ、肘から先、前腕を使って、そのまま、チョップするようにやってみてください。ストップ。今まではツッツキしてたら、こうやってちょっと、スイングが、テイクバックがちょっと出ちゃって、ツッツキ切るよっていうのがバレちゃいます。ツッツキの切ろうするとこうやってバレちゃいますよね。ツッツキがこう、切れてる。ツッツキがこう、切れてる。バレちゃいますよね。で、バック側も、同じでストップの入り方して、で、引きつけて、で、ストップっていう雰囲気がもう明るさに出てる。ストップするよっていう雰囲気で、当たる瞬間に、前腕を使って、肘から先の前腕を使って、これもストップの振りしてチョップですよね。ストップくる、止まったら、ストップくる、止まったら、それそのままチョップ、ストップくる、チョップ、ストップくる、チョップ、ストップが来る、チョップ、ストップが来る、止まったらチョップ、ストップが来る、止まったらチョップ、ストップが来る、止まったらチョップ、みたいな感じ。あ、いや、サーブ出したら、ストップっていう感じですね。ストップ、ドン、ストップ、ドンっていう感じですね。これも切る、切らない、その、人それぞれ、その、両方効く。な、それ切らないまま送っても相手が弱って上がってミスしやすいし、それが次4球目理想な展開を打てたりとか、切れたら切れたら相手を落としたりとか、非常によく効きます。
最後まで動画を見ていただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。